大石国彦は CBC テレビに所属するアナウンサー。山形県最上郡最上町生まれ。山形県立山形東高等学校を経て、慶応義塾大学卒業後、1994年4月に入社。同期は中橋香織、吉村陽子、久住誠、相場倉子。血液型は AB 型。平日夕方のローカル情報番組。 ミックスパイくださいでは赤札小僧の中継コーナーでお店紹介などを行っていた赤いハッピがトレードマークで週2日担当していた番組の中ではメイン MC で尊敬する先輩の小堀マサル系アナウンサーを堂々とこぼちゃんと呼ぶが番組を終えるとすぐに謝罪していたと後に語っているその後ミックスパイくださいの後を引き継いだ平日夕方のワイド番組 夕方、CBC で大石で行こうという10分ほどの VTR コーナーを担当する。番組の名物コーナーとなり人気を得た。東海3県をすべて回り各地で様々な取材を行った。本人曰くロケは1500回、出会った人は1万5000人という長寿コーナーでもあった。大石がマイク1本で突撃インタビューするスタイルで 高派なネタから柔らかいネタまで幅広いジャンルの取材をする。このコーナーでは、後の金メダリストの女子レスリング吉田沙織会長、る銀メダリストの女子ソフトボールの大魔人こと、高山ジュリア内藤恵美、さらに桜ジャパンのメンバーらと出会い、信仰を深めていった。この時に得た人脈が大きな財産になったと、後に講演会で語っている。その間、並行して、 土曜日の長時間性ワイド番組、晴れ時では、バンドエイジと共にメイン司会を担当。バンドへの鋭い突っ込みも話題になった。また、出川哲郎やデーブ・スペクターなども番組に出演し、番組は7年にわたる長寿番組に成長するも、番組途中で卒業し、2006年4月、夕方、CBC の後を受けてスタートした平日夕方の報道番組。 一方のメインキャスターに抜擢され、2019年3月の放送終了まで13年間務め上げた。一方では、スポーツから芸能まで多彩なゲストが生出演した。かねてから、進行のあった女子レスリングの吉田沙織は何度も出演し、引退会見の当日は東京まで駆けつけて生放送した。吉田を大学1年の時に取材し、 家族ぐるみでお付き合いもしていると語っていた。引退については、誰よりも早く吉田の告白を受けたことも、後に番組で発言している。また、同じ女子レスリングの伊調ルとは、伊調が高校1年から取材していて、伊調がカナダに留学した時には、故郷の山形前を送ったと、インタビューで語っていた。伊調薫がオリンピック4連覇し、 国民栄誉賞を受賞したときは、わざわざ地元の青森県、八戸まで行き、お祝いしている。その後も、イタリ学館大学の堺監督との親交も、深かったこともあり、その後の堺江チルドレンとも呼ばれたリオゴリンの金メダリストと坂エリアドセイサラ、川入り沙シにも独占インタビューを行っている。ドラゴンズでは、イバ和カ選手と親交があり、イバがドラゴンズを辞めるときには、 一方にのみ生出演し、ファンに別れを告げた。後に監督となる谷重元信とも信仰が深く、番組には異例のシーズン中の生出演を何度も行い、大きな話題になる。二人は同い年だったため、沖縄キャンプでは50メートル競争などで体力勝負を何度もしオンエアしているが、やはり谷重さんは化け物との地に著書でも語っている。その後、 谷茂が監督に就任するときは、会見に向かう車の中で独占インタビューをするなど、他局を圧倒する報道だった。さらに、番組には、女子体操の寺本明日香や男子カヌーの羽田拓也も出演し、ニュース原稿を読み、キャスター役をこなしたこともあり、羽田には僕より上手いと絶賛していた。政治では、第二次、安倍政権の直前に、 安倍自民党総裁に直撃独占インタビューをした。また、石破地方創生担当大臣や森真子、少子化担当大臣や小屋拉致担当大臣らとも対談を行っていて、番組で紹介している。また、伊勢島サミットでは、島市から何度か特番を行っていて、三重県の鈴木知事も生出演している。また、岸田外務大臣にもインタビューした VTR も紹介している。 この特番には、林治や外交ジャーナリストの手島隆一も加わり、番組を盛り上げた。わずか1ヶ月の間に、10回も島市に滞在したとも、語るほど、サミット取材に力を入れていた。一方最終回では、本人も、大号泣して、番組を終えるも、一方の後、番組として2019年4月に放送開始された、ちゃんと、でもメインキャスターに起用され、 CBC の夕方の顔を引き続き務める。ちゃんとの1回目の放送が言語が決まる日という記念すべき日となる。また、東方高校が選抜高校野球で全国制覇した時は、選手と監督が番組制出演をし、地元に喜びの声を届けた。コメンテーターは、三浦康子、アンミカ、サヘルローズ、犬山上子、北斗、アキラ、野々村幸子。 近藤里、渋谷和弘、村尾信隆、龍崎隆など多彩な顔ぶれであった。ありがとうございます。